ここです。ここです。いますね。入ってみますか。入りますか。ちょっ、今回のピックアップやろうぜは渋谷で街ブラロケ、 KK がお友達の写真展にお邪魔します。元気です。元気です、はい、これはどういう写真展なの？これはね、メインはまずレオなんだけど、まずこうね、やりたいって言ったから、ほぼ俺はついてきましたぐらいだけど、もなんていうの、本当俺たちの日常よ。なるほどね。遠征だ、実家帰ったら、本当その間見てるかの時に、まだまだ撮った写真です。お気に入り2枚あるな。おいや、ちょっとね、相当むずいけど、これとこれは好き。2つは。それはなんで？なんか良くない？この東京タワーが、だいぶサブキャラの位置にいるけど、でも、この存在感。なるほどね。夜じゃなくて昼なのがいい。大体夜の東京タワーでしょ。撮りがちね。昼の東京タワーが一番いいの。なるほど、ね。まあ、まあ、うまい具合に画質がこのちょっと生姜っぽいよ。ああ、まあ確かに。それがまたなんか。それなんかいろいろ調節して変えたの。そう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 。いや、ちょっとやってるよって思っちゃう。こういう調子ポイントね。まず自分自身がさ、こんな環境にいることないからさ。まず。なんか新鮮じゃん。でもさ、あれよ。俺が使ってるのはこのアルファ7-3。これ何？いいの？いいやつだね。一番最初にじゃあ一眼なんか買おうって思った時に見たのがこれだったから。これレンズは何？ズームとかしないの？まあ単焦点。気に入った気に入った経験に教えてもらった。あ、そうです。単焦点は何がいい？だから人だよ。人を撮るのがいい。人じゃないんだけども、それでもこの質よ。なるほど。恐ろしいわ。楽しいよ写真。楽しい。いいな。そういうモードに入ってる。レオです。この飾ってある、展示してある写真で一番のお気に入りを教えてください。お気に入り一番ベストショット、まあ、ここにはベストショットしか浮いてないんで。なるほど。なかなか難しいんですけど、グムだったな。まあこちら僕あの基本的にフィルムカメラ使ってるんでしょ。こちらはあのブレてる感じがちょっと味があって良い。これ自分だよね。あ、そうです。なんで小島選手が撮りましたね、これは。僕じゃないです。なるほど。元気がデジタル、うん、でこれがフィルムだから全く違う別のもの。確かに。なんでデジタルじゃなくてフィルムの上で行こうかも。いやー、やっぱフィルム の, あのちょっと荒れた感じ、荒い感じとか、あれがね、ちょっとね、見ててね、美味しいんですよ。美味しい、美味しい。コンタックス T2 というフィルムカメラでございまして、こういう感じになっております。まあ、ここをこう、いいフォトグラファーはこれをポッケに忍ばしてると、基本はデジタルで撮って、ちょっとした時にフィルムみたいな、あ、なんかいいのあるな、ちょっと待ってみたいな、この動きに惚れました。なるほど。これめっちゃいいです。フィルムとかって色味とかがあるから、その自由が丘にあるポパイカメラっていうところに行って、色味出してもらって、じゃあこっちでお願いします。
一個一個選んでフィルムの色味チョイスして行って ただプリントとかじゃない。なるほど。ちゃんと選んで。じゃあこれも白黒にしたわけがある。あ、そうです。これは白黒フィルムで撮りました。あ、フィルムがもうそもそも白黒で、うん、あとは全部カラーなんですけど、これはもう白黒フィルムで撮った。この角に置いてあるやつは僕が作りました全部。マジ？はい。スケボー屋さんに行っていらないやつ頂戴して、まず黒でスプレーで塗って、うん、でまあポンポンポンって色付けして、うん、でシール貼っちゃって、アートな雰囲気を出しました。あ、もうアーティストです。グッズ見に行きましょう。行きましょう。はい、これ多分なんかこの間レオかなんか作ってた気がする。これってレオの？あ、そうそう、リバイスのイベント行った時に自分たちでペイントするってイベントでご自分の手に絵の具を出してビシャッて、でこっちはサボテン描いて、すごい、自分で描いたやつ。そうです。うわ、描いて、なんか心はその時アーティストの方がなんかペイント、ライブペイントみたいなのやってて、デニム生地、その継ぎはぎのところにペイントするみたいな、でそこ書いてもらってここに貼り付けてもらって、まあ、めっちゃいいじゃんってなったやつで、こっちは、まあ、ディーバイスの人が刺繍イベントをやってて、それ行った時にお花をペイント刺繍してもらって、ここに LV って入ってる。あ、ビトンね。こちらも、あ、違うです。あ、私レオペンドラメと申します。あ、はい、そっち、日本で唯一シニシャルが LV だと思うので、よろしくお願いします。手大きいっす。手大きいっす。あ、でも右はそんな変わんないんじゃない？どうなんすかね、うん、右の方がでかくない？そんなことある？この感じでも俺好きっすよ。このなんか白黒ボディにこのモノクロのプリントっていいっすね。撮ってますね。もう白？うん、欲しい。これ買う。8万5000円です。ぼったくりやん。友達の額ですよ。マジ？定価は？定価はいくら？定価24万2000円。じゃあ、これと、あ、はい、これ、4枚、いくらですか、4枚。4枚で、6万5000円。似合ってるね。ありがとう。いやー、素晴らしい。君もこれでフォトグラファーです。これでピックアップしちゃって。汚れちゃうけど。いや、汚したら、もう汚せば汚すだけいいんだから、白なんて。ボールも一緒に汚れるの。これ着てもピックアップやろうぜ。行ってください。これ誰が撮ったの？あ、僕です。そこ全部 iPhone で、あ、iPhone なんだ。これ何？これそれは地面に刺したウインナー。そう、地面に KK を待ってる。あ、やめろ。こういう状態で待ってる。 iPhone 抜けて大丈夫、クラダム決死に行けるから。ピックアップしようぜ。よくないよ、お前そのばっかり。よくない。編集者の方、使うよ、でも、ちゃんと。編集者でもいいんですけど、そんでもらっていい。シンプルです。どう思ってんの？やめてほしい。やめて聞いただけやん。あー、辛いわ。そうですね。今後は、やってみてよ。思ったよりもすごい完成度の高い。
だからこの1年の俺と元気の写真の撮るモチベーション半端ないと思ったし、その展示会目標に写真撮るようになるからだろうし、まあ、来年はね、もしかしてこう絵とかもね、絵とかも飾っちゃったりしてるから、すごい次回予告はあそこにちゃんと写し出されてるんで、匂わせです四角い地球です。なんか深そう深そうな作品になっております。それはどういうコンセプトが、いや、俺宇宙行ったことないし、本当に地球って丸いのかなっていう、生まれ育ったこの土地、星をもう一回もう見つめ直してみようかなっていう四角にしてみました。はい、発想がもうアーティストですね。それっぽいことならいくらでも言えますじゃあ今日は元気とデオがやってる展示会にお邪魔しました。どうした、頑張って。写真のことだったらなんか気にしてる。はい、師匠お願いします。ウープスありがとうございました。ありがとうございました。はい、元気とレオの写真展に行ってきました。まあ、そういう個展とかやってるのまずすごいなって思うし、そのまあレオが主体でやってたっていうんですけど、まあ、そういう行動力というか、ね、できちゃうのもやっぱ、ね、あの2人のすごい魅力だと思うし、2人のいい意味でなんか着飾ってないというか、なんか日常を切り出してる写真ってなんか、ね、その人の生活の一部というかがすごい見れて、ね、いいんじゃないか。ファンの人とかもな多分そういうとこ見たいっていうのもあるし、なんか親近感が湧くというか、なんかそういう意味ではすごいいいイベントだなっていうふうに思いました。はい、めちゃくちゃ真面目ですねまあ今後はね、こういう街ブラロケもねちょっと増やしていきたいですね。ありがとうございました